ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは、イワです。イナズマイレブン2ファイア前回の次からやっていきましょう。ということで、じいちゃんの練習場所は空き地に行こうということで、なんか立ち向かいがストーカーしてくるんですが、空き地に行きましょうと。市街地の奥だったよね。バトル勝利。まあ逃げないで戦っていますよ僕は。さあ、ではそれでは空き地に着きましたね。その奥が、ここで遠藤大輔も特訓してたんだな。お、どうした？おお、なんかあれだな、ドラえもんの、ドラえもんよく出てくる空き地みたいだな。この空き地がじいちゃんが子供の時にサッカーをやった場所か。すっげえな、じいちゃんここでどんな特訓してたのかな。なんだ、大輔。え、おお、びっくりした。俺もびっくりした。いや、一瞬君の姿が大輔に重なって見えての。それいろんな人に言われるよね。大輔さんってどんな人だったんですか？大輔はとにかくはちゃめちゃなやつだったばい。ドーンと言ってズガガーンと行けばすごいシュートが打てるはずだなどと言い出しての、よく新しい技作りの実験台にされたものったい。そうだったんですか。そうだ、大輔の特訓ノートもそんな感じだよな。しかもあいつはとにかく負ける好き嫌いでの、一回でも試合に負ければ必ずリベンジしてやると言うて聞かんかったとよ。それこそ朝から晩まで血の滲むような特訓を続けとったと。すごいですよね、さすが遠藤さんのおじいさんです。まあ夢中になりすぎて学校に遅刻することも多かったの。ほほ、じいちゃんしょうがないな。お前もお前がそれを言うか、本当だよ。へっ、ふふ、遠藤くんもサッカーに夢中になってよく遅刻しそうになるもんね。プロサッカー選手になるため大輔が福岡ば去った後もわしらは親友やった。たとえ遠く離れていても心はずっとつながっていたとよ。心は、そうじゃよ守くん、君にもそげん特別な友がおるかね。特別な、あ、こんにちは遠藤。急な差し絵いる。俺にもそういう友達、離れていても信じられる仲間がいます。遠藤さん、遠藤君、きっとゴエンジ君のこと考えてるんだね。よくわかったの、さすが木野だ。結婚しよう。よかよか、その友達大事にするったい。さて本題やけど、これが大輔が残した裏ノートったい。何裏ノート？大輔の裏ノート、かっこいいな。これがじいちゃんの裏ノート。ここには大輔が習得できなかった たくさんの究極奥義が記されとるったい。やけど大輔はこれを封印した。なしてかわかるかな。どうして、強すぎる技が強力すぎるのですか。その通りったい。使い方を間違えれば人を傷つけてしまうとよ。皇帝ペンギン1号やるビーストファングと同じだな。大輔はこれが悪い心の持ち主に渡らないよう、わしにノートの処分ば頼んだったい。バッテン、わしはいつかこのノートが必要になる日が来ると予感ばしとった。その日が来るまで誰の目にも触れさせず、ずっと手元で保管しとったばい。それで今回このエイリアの事件を知って連絡を取ってきたのですね。うむ、この非常事態こそノートが役立つと思ったとよ。そうだったんですか。きっと君たちはこのノートば手に入れたら究極奥義を練習するっちゃろ。やけど習得したらたくさんの仲間が傷つくかもしれんたい。それは、そんでも君はやるんかね。校長、遠藤さんはとても仲間思いな人なんです。そんな意地悪な質問。遠藤、何を悩んでいるのさ、やるに決まってるだろ。強くなるための怪我なら恐れる理由はない。怪我をするのは嫌すけど、サッカーができなる、できなくなる方がもっと嫌っす。お前ら。校長先生、俺やります。エリアを倒して平和な世界で思いっきりサッカーをするため、究極奥義をマスターして大好きなサッカーを守ります。遠藤さん、やっぱりかっこいい。うん、遠藤くん、よく言った遠藤。俺たちも同じ気持ちっす。ほっほっほ、よかよかよか、仲間ったい。君たちならこのノートば正しく使えるっちゃろ。大輔の魂受け取ってくれんね。大輔の裏特訓ノートを手に入れた。これがじいちゃんの裏ノート。よかったですね遠藤さん。なあなあ、どんな技が書いてあるんだ。あ、相変わらず汚い字っすね。ありがとうじいちゃん、早速グランドへ特訓だ。もっと強くなるぞ。おう、あの遠藤さん、すればちょっと伝えておきたいことが。ん、なんだ。はい、さっき言っていた大切な友達についてのことなんですが、
おい遠藤、早く来いよ。ああ、わかった。立ち向かい、その話はヨカト中についてからな。あ、待ってください、遠藤さん。ということで、お、また十字の連携、これが裏の音、ヨカト中へ特訓だ。ということで、なんか立ち向かいが言いかけたことも気になるけど、まあ、とりあえずヨカト中戻って特訓しましょう。なんだ？戸田、ドゲンスッとね。どうした？ヒュー、バリヤバか。今のうちに逃げた方がいいかも。おいおい、どうしたんだ？どうかしたんですか、先輩。大変なんで、エイリア学園から襲撃予告が届いたんで。何？なんだって？ちょっと見せてくれ。これは見てみろ、この襲撃予告のサインを。 G！ もうそこまでいったらジェネシスって書けよ、ほんとに。 G ってまさか、キドウが言っていたエイリアの最強で最後のチームってやつか。うー、やっぱり本当にあったっすか。なんと、そげなすごかレベルのチームがなしてヨカト中ば襲うとね。俺たちフットボールフロンティアにも出てないのに、ヒュー、もうダメ、もうお前は牛か、牛肉にしたるで。皆さんまだ諦めちゃダメです。かっこいい主人公か、お前は。今まで必死に特訓してきたじゃないですか。頑張ってエイリアと戦いましょう。立ち向かい、バッテン、人間ならともかく宇宙人が相手だなんて。遠藤さんたちだって最初はそんな風に不安でいっぱいだったはずです。でも諦めずに特訓を頑張ってついにエイリアンに勝った。俺たちライモン中を目標に頑張ってきたじゃないですか。それなのにここで諦めたら、そしたら俺たちは絶対ライモン中に追いつけなくなるんですよ。立ち向かい、そうだな。立ち向かいの言う通りばい、ヨカト中っ子の底力見せてやるばい。ヒュー、燃えてきたぜ。ライモン中の皆さん、お願いです。エイリアと戦うために俺たちと特訓してもらえませんか。ああ、協力するぜ。なあ、みんな。もちろん、その心意気はよし、だね。うしし、俺様がたっぷり、お前ら二人とももっと、ライモン中じゃねえだろ。地上最強イレブンだろ。ライモン中じゃない、お前たちは出るな、サッカーに。俺たちの試合に出るな。ベンチにいろ。現在のライベルでエイリアに勝てるとは到底思えない。特訓、覚悟しておくことだな。ブルブル、怖いもん。でも迷惑じゃないですか。遠藤さんたちは究極奥義の特訓をしないと。そんなら心配いらんよ。グランドは君たちが好きに使うって欲張り。守る君たちも特訓勝ったら一緒に究極奥義の練習場するか、するとよかよ。それじゃあ遠藤さんに特訓してもらえるんですね。やった、感激です。そうとなったら早速特訓お願いします。みんなすぐに準備しよう。はい。恨めないな。お、ヒロト、守る。ヒロト、どうしてここにいるんだ。あ、ヒロト、なんだか久しぶりだな。ごめん、二人にしてくれないかな。なんでそんな悲しいこと言うの。なんで、お前ら髪の色一緒だろ、仲良くしろよ。キド、これ絶対キド来る。なあ、あいつ怪しくないか。いつも私たちが行く先現れてさ、偶然にしてはちょっと出来すぎっていうか。キド睨んでるね。そろそろ手を滑らす頃かな、キド君が。守る、今日はお別れを言いに来たんだ。え、お別れ。俺、守るたちのこととても好きだ。君たちが楽しそうにサッカーをしてるのを見るとなぜか俺まで楽しくなった。不思議だね、こんな気持ちは初めてか。でも俺にとっては父さんの言うことが全てなんだ。だからごめん。おい、ヒロト。遠藤君、みんな準備できたよ。そろそろ戻ってきてね。ああ、今行く。ヒロト、どういう意味なんだ。なんか一方的に振られたか。それから俺たちはヨカト中のやつらと熱い特訓を始めたんだ。お互いすげえ集中してて、気づいたら日が暮れるまで特訓は続いていたんだ。お、襲撃予告当日じゃない、次の日。それで遠藤、裏ノートにはどんな技が載っていたんだ。例えばこれ、正義の鉄拳といって究極のパンチ技なんだ。アレスの天秤オリオンの刻印ではパンチ技出ないからな。懐かしいな、パンチ技が。どうやって出すんですか。パッと開かずグッと握ってダン、ギュン、ドカーン。懐かしいな、キャプテンのおじいさんって。まだまだあるぜ、ゴッドハンドやマジンスターハンドを超えて、そしてこの正義の鉄拳も超える最強のキーパー技、その名も無限ザハンドだ。最強のキーパー技、すごいな。一体どんな技なんだ。
どうしたんだ ここ最後のページに究極奥義に完成なしって書いてある。完成なし、まだ未完成ってことっすか。じいちゃんが諦めるわけない。絶対完成させてたはずなんだ。その前に死んじゃっただけだ。まあまあそれでさ、一体何から練習するんだ。これ裏ノートの最後のページに載ってる技、全ての究極奥義の中でも最強のシュート技、ジ・アースだ。え、いきなり最強技ですか。いいじゃん、最後に乗ってるってことはすげえ技に違いないって。俺これ見た時から試したくってうずうずしてるんだ。このジ・アースはチーム11人全員で使う技なんだ。全員ですか。そう、全員がそれぞれグオーってボールに気を送って最後に3人がシュートをズババーンって決める技なんだ。なるほど、11人のフォーメーションが1ミリでもずれると成功しないのか。さすがは最終奥義、厄介だね。うちダーリンとなら1ミリだってずれずにくっついていられるで。はっはは。だからこの G アースがあればエイリア学園最強のチーム G を倒すのに心強いかもしれない。よし決まりだな。それじゃあ今日もヨカトグラウンドでヨカトのみんなと特訓だ。さあということで今日も特訓だ。ヨカト中に行こう。もう G アースを特訓しようとしているのかな遠藤君たちは。早いな、まずは正義の敵からだ。まずは俺たちの特訓からだ。早速 G アースを試してみようぜ。あーかっこいい、不動とレーズがいる。不動とレーズがいる。準備はいいかみんな。 OK だよエンド。よし行くぜ。うわー、おこうぬキラキラしてる。あーもしかしていけるかも。エネルギー送ってる。かい吹雪。うわーす、吹雪てめえ急に立ち止まるなよ。大丈夫か。おい吹雪、最近ちょっと変だぞ。体の調子でも悪いのか。うん、心配かけてごめんねキャプテン。かっ、お前じゃダメだ、変わりな。はあ、はあ、吹雪くん大丈夫。ちょっとキャラバンで休みましょうか。うん大丈夫だよ、ありがとう。それよりもさ、他にも究極奥義あるんだよね。だったらそっちも試してみようよ。そうだな、ジアースについては俺がもう少し研究してみる。かっこいい。その間エンド、お前はキーパー技の特訓をしてみたらどうだ。そうだな、よしそれじゃあ俺ちょっと特訓してくる。何を特訓するのエンド君。そりゃ決まってるさ、究極キーパー技無限ザハンドだ。いやお前には無理だ、やめとけエンド。お前には無理だっけ、無限ザハンド。いくぞ無限ザハンド。うわーどらー、気合は俺も負けてない。くそ、また失敗か。おかしいな、ノートの通りにやってるんだけど。お、向かい、立ち向かい。遠藤さん、頑張って。ん？あ、あばばばばば。なんだ、立ち向かいじゃないか。そんなところに隠れてないで、出てこいよ。すいません、俺特訓の邪魔しちゃって。気にすんなって、せっかくだ。俺の特訓のどこが悪いか見ていってくれよ。立ち向かいは、あれだな、オリオンの刻印でいう一星みたいな感じだよな。見る、なんか相手の分析ってか、その人の分析っていうか、なんか見る力が強いっていうか、そんな感じだよな。あの、何の技の特訓していたんですか。これさ、魔人ザハンドを超える究極キーパー技、その名も無限ザハンドだ。無限ザハンド、魔人ザハンドよりもすごい技があるんですか。ああ、でもさっきから練習してるけど、うまくいかないんだよな。さすがじいちゃんも使えなくて封印しちゃった究極奥義なだけはあるかな。遠藤のおじいさんが伝説のキーパー、遠藤大輔さんのことですよね。ああ、じいちゃんはすっげえキーパーだったんだ。俺もじいちゃんに憧れてキーパーになろうって決めたんだ。遠藤さんだってすごいキーパーです。俺あなたに憧れてキーパーになろうと思ったんです。え、俺に？俺もともとはミッドフィルダーだったんです。でもフットボールフロンティアで遠藤さんのキーパー姿を見てすごくかっこよかった。だから俺もキーパーになろうって決めたんです。いいな、そうだったのか、キーパーって楽しいよな。はい、でも俺キーパーとしてはまだまだ、いつも先輩たちに気迫が足りないって怒られちゃうんですよね。そんなことないぜ、お前ボールを取るときすげえ気合入ってったぞ。この前の試合だって俺ビリビリ来たんだ。本当ですか、嬉しいです。そうだ、立ち向かいもちょっと無限ザハンドの練習してみるか。え、いいんですか。もちろん俺お前のことがすげえ気に入ったんだ。はい、ありがとうございます。いいか、まずこの無限ザハンドを成功させるのに必要なのはどんなシュートも絶対に逃さないという気合だ。気合、そうだ、それから自分の周りを無限のパワーがぐわーって取り囲み、そしてその手がギューンって一斉にボールを食らいつくのをイメージするんだ。
イメージイメージ、いくぞ無限座ハンド。え、嘘だろ、早くね。今のあ、やっぱり失敗だ。一瞬だけど立ち向かいの周りに無限の手が見えたぞ。何を、失敗じゃない、し、黙って見ているんだ。立ち向かい、今の調子でもう一度やってみようぜ。は、はい、遠藤さんが見ていてくれる、俺頑張らなきゃ。てかこの距離で軌道と夏美に気づかない遠藤の視野狭すぎな。お前よくキーパーできたな、その視野の狭さで。自分の周りに無限の手、ギヨーンってボールに食らいつく。うわぁ、立ち向かい、ふ、無限座ハンド。え、嘘だろ、え、もう成功。立ち向かい、お前、遠藤さん、やりました、できましたよ。これが無限座ハンド、すげえ。遠藤を超えるキーパーか。立ち向かい、勇気、面白くなりそうね。待って、あれでも俺の知ってる無限座ハンドはなんか帝国学園のところ一緒になんか練習した時に覚えたはずなんだけど、あれ、こんな早く覚えたっけ無限座ハンドって。やったな立ち向かい、俺が何回やってもできなかった技なのにさ。ちょっと教えただけで使えちゃうんだもんな、すげえぜお前。でも今のは偶然できただけです。もう一度やれと言われてもきっと無理です。それにまだまだ不完全です。遠藤さんの魔人座ハンドにはかないません。だったら完成するまで一緒にやろうぜ。それとさ、正義の鉄拳ってパンチ技もあるんだ、俺これもマスターしたいし。だからさ、頑張ろうぜ立ち向かい。は、はい、よろしくお願いします。まさか立ち向かいに先を越されるとはな、俺も負けていられないか。あら珍しい、焦っているのかしら。ふ、まあたまにはな。かっけーよかよか、仲良きことはよかことたい。あの特訓をする姿、本当に大輔の若い頃にそっくりたいね。お、ゼマル。お、どうした。お、風丸、なあなあ聞いてくれよ。すげえんだぜ立ち向かいのやつ、究極奥義の無限座ハンドを成功させたんだ。究極奥義を。ああ、まだ完成はしてないけど、俺魔人座ハンドを覚えるのに苦労したのにさ、それをいきなりすっ飛ばして無限座ハンドを成功させるなんてすっげえよな。風丸、ちょっと待て、この空気は良くない空気だ。ってことで今回ここまでして、次回風丸のこのなんか良くない空気をまた次回やっていきたいと思う。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。